Hazard 6。はい、こんにちは、ブルホースです。本日もね、バイオハザード6をやりながら人生相談乗っていこうと思います。前回ね、ラストボスに出てくるウスタナクというね、キャラをね、キャラから逃げながらね、なんとか無事、チャプター1の途中までですが、行くことができました。もう途中ねちょっとね BSA に殲滅されちゃったなんてシーンもありましたが、まあ、そこはご愛嬌ということで、早速ね本日の質問に乗っていこうと思います。シリーを待ちましょう。なんで降りてきたの君。まあいいや。はい、人間関係を苦に仕事を辞めたいと考えているものです。アパレルショップで1年半ほど勤務しているのですが、その店長がとても嫌な人間で、注意一つにしても長いし、遠回しに嫌味を言ってくるようなこともあります。上司が嫌だからという理由で仕事を辞めるのはありでしょうか？ありです。むしろ、仕事を辞める理由って人間関係ですよ。人間関係がよろしくないのであれば、早めに次の仕事を検討されるのがいいと思います。もちろん、いろんな理由があるんですけど、辞めたいなって思うのが、ただ、業務の問題であれば、それはあなたのスキル次第で、なんとか解決できますし、まあ、給料とかも、昇給するか、まあ、生活の質を変えるか、もしくは、生活の質を変えるっていうのは、その、支出、お金を払う部分を減らすっていう意味ですね。とか、まあ、それから、あとは、転職じゃない、副業を始めるとかっていうふうにすれば、まあ、お金の分も解決はできるんですけど、別に今すぐ転職しなきゃいけないっていうわけじゃないと思うんですよね。まあ、ところが、人間関係って、まあ、その嫌な店長がいなくなるまでずっと続くんですよね。毎日朝来て、嫌挨拶して、で、何かあったらネチ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 。そういうタイプって、まあ、もしかしたら、自分のミスすらもこう部下のせいにしたりとかっていうのがあるかと思うんですけど、だから人間関係はその嫌だなって思っている対象が居続ける限りずっと続くものになるんで、残念ながらその店長がずっとお店に居続けることになるのであれば、もう残念ながらあなたが去っていくしかないと思うんですよね。だから人間関係を苦にして辞める、これはありだと思います。で、もう人ってなんだろう変えることってできないんで、自ら環境を変えていくしかないんですよね。だから店長、わお、これいきなり大丈夫かな、早速やらかしてんだけど、これ多分今ドラム缶とは終わりだ。あー、やっぱり救世主女神、もうちょっと密着して、そしたらなんか体力ゲージがなんか5つくらい回復しそうだから、はい。でごめんなさい、そうだから自ら環境を変えなきゃいけないんですよね。だからもう店長をねじ伏せるくらいの実績っていうのをあなたが出して、店長になっちゃって部下にして、どっか飛ばすみたいなことができればいいんですけど、それだとやっぱり時間がかかるんで、手っ取り早くっていうことを考えるんだったら転職をした方がいいというふうには思います。で、まあよくあるその転職のタイミングってどんなタイミングがいいのっていうけど、やっぱ一番なのは、まあ人間関係が苦になった時、まああとはまあ、よくあるのは会社が不正を行った時とかっていう ところですよね。で、人間関係をそのままにしておくと、まあ多くはそのメンタルが壊れる原因になってしまいますんで、人間関係が良くないとかこじれてしまうとかっていう場合だったら、もう嫌だなって思ってるその時点で、まあ、今以上に悪化するっていうのが目に見えているのであれば、もうそうなってしまう前に早めに手を打っておく方がいいかなというふうには思います。まあ、今時なんかは給料とかねっていうところをさえ求めなければ、正社員で雇ってくれるところなんかは、まあ、転職エージェントを使えばもうすぐにねパッと出してくれたりはしますんで、まあ、条件が今以上に良くなるかどうかっていうと、まあこのご質問者さんの年齢によるところには正直ありますけど、まあそこまで悪くなるわけじゃないかなと思いますね。まだそのアパレルショップ1年半ということは、そんなにね30代40代とかじゃなくて、まだ20代くらいの若い方だと思いますんで、まあ、それ以上になってくると、まあ、僕みたいに30を間近に迎えた人間とかだったら今後厳しくなってくるかもしれないんですけど、まあそうじゃないのであれば、まあまあ大丈夫なんじゃないかなとは思いますけどね。はい、というところですね。じゃあ続いての質問に乗っていきたいと思いますが、大丈夫かな、エレファントキラーだけ回収しての次の質問ね、乗っていこうと思います。じゃあ次行きましょう。同棲中の彼氏について相談です。彼は自身の家族関係が良くなく、付き合い始めの頃から家族を大事にしたいと何度も言ってくれていました。でも最近は仕事ばかりになって、私のことを構ってくれなくなりました。ちょっと待ってね、戦いに。
はい、そのことを伝えると仕事を頑張って給料を稼いで家族に贅沢をさせたいからの一点もありで全然話を聞いてくれません。共働きをしているのでお金に余裕がないわけではありません。どうすれば彼は私のことを見てくれるでしょうかということですね。はい、 ありがとうございます、うん、結局彼がその自身の両親ですね、まあ、家族関係良くなくて多分両親のことだと思うんですけど、まあ、両親なのかも偏らなのか分かんないですけどと同じ末路をたどりつつあるっていうことに今おそらく気づけてないっていう状況ですね。だからまあ荒療治になるんですけど、まあ、例えばですけど一度はこんなはずじゃなかったって言っても置き手紙するなり、まあ、直接伝えるなりして、まあ、出ていくみたいなことをしてみるといいと思います。かなり乱暴ですけどね。であなたという存在がいなくなってしまうことで彼氏さんが実は自分の親のようにはならないぞと、自分が幼少期過ごしてきた家族のようにはならないぞっていうふうに決めていたはずにもかかわらず同じ道をたどってしまっているということを自分で気がつくっていうきっかけを作ってあげないと、このままだとそのお金のためだとか贅沢させるためだっていうことを言い訳にしてズル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 言って別れてしまうなんてことになりかねないかと思います。多分こういうご相談をいただけるっていうことは彼氏さんのことが好きだし何とかしたいなっていうことを彼女さんであるあなたが思ってるかと思うんですけれども、まあ今のままだとやっぱズルズル言っちゃうと思います。で実はそういうその贅沢させたいからって言って仕事一生懸命になってしまって、今彼女さんのことをないがしろにしてしまっているっていう現実はありつつも、本心でそうしたいわけじゃないですよ。脅迫観念から自分がいた家族のようにならないぞっていうそのマイナス の環境から脱出をするために、なんとかしなきゃなんとかしなきゃっていう思いが強いがゆえに、でもどうしたらいいかっていう手段がよく分かってないから、本心から家族に贅沢させたいからっていう思いがあるんですよ。あるんですけど、その方法っていうのが実は本人が過ごした環境の中での体験でしか知らないんで、要は幼少期にこういう、まあ、幼少期というかね、中学生とか高校生くらいの頃に過ごしてきた家族の環境しか本人は知らないわけなので、だから今のような状況になってしまっていると思うんですよ。だから気づかせてあげるためにはあなたにとって苦肉の策になるかもしれないんですけど、まあ、出ていくなりその現実をあなたの家族、あなたが言ってた家族と同じじゃないというふうにストレートにパーンと伝えてしまうくらいやらないといけないというふうに思います。で別に甘やかしてるわけじゃないんですけど、こういった関係性っていうのをズル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 続けていくとあなた自身のためにもならないし、せっかく彼氏さんのことが好きでこういう相談をしているにもかかわらず彼氏を変えてあげる、まあ、彼氏が自身が変わるっていうきっかけっていうのを潰しちゃうことになりますんで、まあ、そこはねぜひね思いっきりバンとお前も同じことやってるぞっていうことをね突きつけてやっていただけたらというふうに思います。はい、ということでね遠巻きからウスタナクスちゃんをね攻撃して自分は安全圏にいるんですけれども、ジェイカ渡さない、なるほどね、そうちょっとこういう発言もあったから元カノみたいなモンスターって言ってるんですけど、ジェイクの元カノがウスタナクで今カノがシェリーというそんな感じなのかな。はい、そんなくだらねえこと言ってねえで、次の質問ね読んでいきたい気持ちはかわかわあるんですけれども、残念ながらねちょっと今こういう状況なんで質問をねじっくりと読むということがなかなか難しいんですよね。どうしよう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 、まあちょっとこいつをぶちのめしてちょっと落ち着いたところに行ったら、一旦ね次の質問を読みたいと思いますので、少々戦いをお少々じゃないなしばし激戦をお楽しみください。でここにね出てくるね雑魚敵がね地味にね辛いんで、おお降りてくるんかい、やばいやばいやばい、振り返る、おお長いよ、ゴムゴムのキャッチ、お兄さんちょっと4000円で遊んでかないって言ってね、4000円で遊んでいった結果ね、なんかねぼったくりバーでね10万円くらい請求されるんですよ。なんかああいうのってなんか お水1万円とかね、ブロックアイスブロックってね氷1個3000円とかね、それからポッキーがなんかその飲食代でなんか5000円取ったりとかね、であと頼んでもないなんか女の子勝手に頼んだジュースのでなんかなんとか代みたいなチャージ代みたいななんかでね1万5000円とか取ってくるんですよね。えべべ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 べ、お注射いらない、お注射怖い怖い怖い、お注射怖い、痛い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 、おいさすが今かの、あざす、これなんとかならないかな、
これで、やられてる間に、あ、やばいやばい、俺のシェリーちゃん、俺のシェリーちゃん、俺のシェリーちゃん。あ、おお、愛のキックが勝った。ちょえー、落ちてる。うん、やっぱり最後に愛は勝つ、心配ないからね。I swear this mission gets harder by the minute. But at least you're still safe. カンだでしたっけ？うん、なんかそんなんがありましたよね。まあそんな話はいいとして、あ、そっか。これくぐり抜けた後が確か今度また連続でボスなんだわ。うん、オグロマンと戦いだったと思うので、じゃあもうちょっと区切りがいいオグロマンまでやっちゃうと一気に長くなっちゃうんで、一旦ね、この辺りで終了したいと思います。だからオグロマンのシーンに入る手前までね、ちょっとやっていきたいと思います。Go get in the love. You're gonna get a say in how we die. It's just how it goes. Go.これどっちかっていうとバイオシックスでバイオセブンの雰囲気だよね。うん、なんか改めてまじまじと見ると、これまでバイオシックスで、まあ、ずっと何回か、ね、弟とかとね、ノーホープとかでやってきたりとかしたんですけど、テレビ画面でやってたんで、まあ、距離があるからこんなまじまじと見ることなかったんですけど、今これパソコンでやってるんでめちゃくちゃ距離が近いんですよね。うん、あ、ご褒美、うん、だからすげえ怖い。うん、まあそんなことも言いつつ、多分ここ抜けたらね、敵がちらっと出てきて、でこのなんかフェンス越えたら入れてくる。うん、まあそんなこんなでね。じゃあもう間もなくね、このチャプター終了となりますんで、また次回もねお楽しみいただけたら嬉しいかなと思います。ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございましたと思ったけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと安全、はい、じゃあもうちょっとここら辺調べるか。なんかアイテムを調べて、ただクリス編と違ってね、あれだよね、銃がこれとエレファントキラーしかないから、クリス編と違ってだいぶ多分苦戦する気がするけど、まあそこはクリスたちがなんとかしてくれるよね。うん、なんか知らない間に僕らも2体とも倒してくれてるとかっていうのを期待しつつね。ということで、本パートは終了とさせていただきたいと思います。ということで最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバーイ。